YouTube 今日、はい、消そうにないんで、はい、ツイキャスの動画は後でやります。わかりました。選ばれし、暇な8人です。うわ、誰に選ばれたの？選ばれし、誰に選ばれたの？誰チョイスの？あ、1人死にました。1人お亡くなりにならないし。うわ、ちりびな。できてないですね。じゃあ、今日通じんぐるかいきます。はい、入ってるよ。んこれじゃないの？本当だ。あ、誰かが開いたんだ。じゃあ僕は後で読みます。読まないです。読め。今日はそんな日はないです。あるだろ。今日はもう、ここ読めるわ。今日暑いんで。今日あ、FEC チューンド。FEC 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 チューンド。どうも、あなたの心の潤滑油、松田ゆりです。どうも、体重120キロデブリにもこもこもとしです。オードブリです、お願いします。ちょっとやらかしてしまいました。やらかした。やってしまった。やってしまった。いや、俺は人としてちょっとやってはいけないことをちょっとしてしまいました。え、オープニングからどうしたの？何それ。ここで本当に懺悔させてください、うん、本当に。何やったお前。俺は本当に絶対にやってはいけないことをやってしまったんですよ。だから何したばお前は。悪魔と契約しましたマイクが入ってなかったということ。なんだと、お前やってはいけないことをしたの？やってはいけないことをしてしまいました。おい、今漫才中で僕はやってはいけないことをしてしまったというふりをしてました。そしたらマイクの音が入っていませんでした。懺悔させてくださいやってはいけないことをしてしまいました。すいません。斬首だすいません。首を切り落とす。そして松田オイルがいつもこのラジオのオープニング漫才を書いてくれている、はい、一つ漢字が読めなかったです。すいませんでした。お前マジか。お前何て読むんですかこれは。どれだ。飛ばしたやつがあるだろう、近畿か。近畿を犯してしまいました。すいませんお前、お前何したお前。悪魔と契約をしてしまいました。何言ってんのお前。本当に俺は悪魔と契約をしてしまった。いやいや、もう先週に引き続き中二病が治ってないのかお前。ああ、デブの中二病は手のつけようがないんだよ。もう俺は悪魔と契約したんだ。もう人には戻れない。俺はもう人には戻れないんだ。悪魔と契約してしまったんだ。もう俺はこれから豚として生きていくしかないんだ。じゃあ変わらないよお前。今まで豚に近い人間だったんだからな。お前はこれから人間に近い豚になるだけだから。ああ神よ3点の演技をどうぞ皆さん。神よ、はあ、何？私はどのような罰も受けます。せめて豚だけは勘弁してくれませんか。じゃあ痩せろよお前。120キロあるんだからお前は。神すいません。神せめて、本当にせめて。何？イノシシはダメですかね。あんま変わらないな。神、豚のイノシシもそんな大差ない。神やめれ。神、なんでですか。なぜ神は僕にこんな試練を与えたんですか。んだ、俺見ながら言わないでもらって。俺神じゃないからさ。神、あとこれラジオだからそんな僕やめてね。すいません神。何があった。漫才作ったの松田ウルなんですけど、はい、このノリ僕が演出しましたよね、はい、見るの忘れてました。すいません。うそー。何でします。神、クソったろ。何があったか。その悪魔と契約することになった。私の懺悔を落ち着きください神。何があった。なんで悪魔と契約したのって話なんですよ。僕は、うん、悪魔と契約して、うん、夜中にラーメンを食べてしまいました。しょうもない。すいません。悪魔と契約するほどのことか。これは神どうか。俺のことを神俺のことを神って呼ぶな。お許しを。神に向かって神様って言え。せめて神って呼ぶ。ゴッツおい、おい、複数形にすんな。ゴッツをゴッツでお前。ゴッツやめろお前。ゴッツやめろお前。ゴッツ知らんで。夜中にラーメン別にいいんじゃない。俺も食べることあるから。それぐらいは。うん、本当ですか神様こいつめんどくさい。なんと寛大な感じ。ちょっと迷ったんだろう。何も。さすが神です。ありがとうございます。ただ何、あと一つ、はい、あと一つです。すいません。お願いを聞いてくれませんか。3点の演技どうした。いいんですか神様。いや神じゃないんだよ俺だから。ありがとうございます。お願いを一つだけ、もう一つだけ聞いてください。何だか言ってみ早くお前。今からラーメン食いに行ってもいいですか。ラジオ中だろや。神、おい、ラジオ中つってるだろ。俺も連れてけお前。いやちょっと待て、ラジオ中だろ。キャンさん、俺も連れてけ。いやツッコミないのこれ。もう落ちたい。YUCHIKU
深夜に飯テロ。おいエンディングかけんなおい、1時間生放送ありがとうございました。終わってないわ。おい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 、また来週木曜日に北部の深夜に飯テロの皆さんお会いしましょう。おい待って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 、エンディングが流れてるということで、待って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 、僕らのオープニング曲は大黒摩季さんでエニーシングゴーズなんですけど、そうだよ、うん、エンディング曲ヤバい T シャツ屋さんでゆちゃくないと違うわよ。おいラーメン食べに行きたい、食べに行くな。ありがとうございました。コロナのこの時期空いてるとこねえほとんど。よっしゃ、天下一品行ってきたいと思います。行くな行くな、天一安定のな。安定の、お前天一ってラーメン食わね、チャーハン食わねえし、いつもチャーハンにあの天一のスープをかけて食います、うん、しゃおしゃしたじゃねえ。終わらんからな、え終わらんからな、何キャラさんも、え終わらないのみたいな、終わらして行こうパーなの。お腹すいたら分かるけど、なんかもう、うん、漢字読めなかったからいいんじゃない。いや聞けよ、これなんて読むんですか。それ忘れてたわ。なんだこれは、キンキ読めなかった。なんだ危ない、危ない、うん、なんだこの己の変進化系みたいなやつは。キンキのキーな、そうそうそう、己の進化系、己の進化系、はい、二進化ね、二進化、ポケモンでいう二進化な、オノレンぐらいの。違う、カメックスな、カメックス、リザートンとか知らんわ、はい、最終形態じゃないわ、はい、本当に。いやまあこんな感じのね、あどうも、はい、やりまして、自己紹介の方で、あそうですね、はい、今夜まじめましたオードブルの深夜に飯テロ、火曜日に髪を切って染めてきたよ松田オイルです。スマホカードゲームアプリ、てっぺんの、うん、まあ、現在無限ライゼクスのデッキを開発中なんですけども、まあ、結果赤黒の連撃がいいのか緑黒のアシュラ旋空がいいのかで迷ってるモコモコモトシです。お願いします。知らんわ、毎度毎度自分の名前までの方が長い、これなんだこれは。お願いします。お願いしますじゃないわ、お願いします、お願いしますじゃないわ。皆さん安心してください、今日てっぺんの話ここで終了です。はいえ、はいえ、安心してください。3日ぐらいやってないんですよ。あそう、俺一応あれをあなたに言われてね、はい、毎日やるようにはしてるのよ、ちょっとだけどね、はい、今日やっとね、はい、そのランキングがあるじゃないですか。ああランクがどこまで行ってんすか。 A、B、C と A まで行ったもん。行ってないんだよ、まだ行ってんばや。 B ランクのさらに5で分かれてるでしょ。ああ5、4、3、2、1でB5 から B4 になりました。ああ早く行けよお前。ええ、ちょマジ A5 からチャンピオンなんて俺2時間で行けるよもう。ああチャンピオンかからマジスタートラインよお前。本当にお前マジでマジ頑張れよ。もっと前からさ、ああデッキの案が送られてきた。ああ案てかこのこれがいいですよって。ああカードを生成したらいいじゃん。ああ生成する金がなかったわ。まずだ生成する金をつぎ込めばいいさ。いやそういうことだろお前。そこまでの金、そういうことだろお前。そこまでの金はねえよ俺は。1万円課金でガチャ回せお前。俺みたいに診断が出るために1万円突っ込めお前は。えあれはあのタイガーは、タイガーはやってんの、課金してんの。タイガーは課金してないです。してないでしょ。でもタイガーもチャンピオンにいるんでしょ、はい、タイガーさんは、うん、あのだからチャージショットっていう、うん、その初心者でも、うん、安定してワンチャン勝てるデッキがあるんで、あるね、それをもう極めに極めたんで。ああそうなんだ。であの人も普通に俺と同じ時期ぐらいからやってんで、まあ、ある程度のカードはそうだね。そう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 。で後から始めた俺は、まあ、まあしょうがないですよねこれは。1万円課金しないとダメなんで、ねね、課金してください、ね、お金ないな。ああ Wi-Fi の調子が悪いということで、うんうん、それはもうぐし、え旧ぐし川市の俺さんね。はい、これはもう、うん、何を言ってるの、これ、俺だ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 お前沖縄市だろ。それはあ元しあしるみちゅうさんが元しくん関係受けようというか、勉強から合格までの、うん、過程を動画にしよう、過程を動画にしようということで、かん漢字はね、うん、いやちょ、いやでも僕 A 券持ってますから。何級？5級持ってます。僕誰でも取れるよ。僕 A 券5級持ってる。小学生でもいいから今バカにしないでもらっていいですか。A 中3で取ったんで、ちょっとバカにしないでもらって。じゃ皆さん本当にマジで俺3級持ってるわ。マジマジマジ本当に俺3級持ってるわ。だとしたらマジみんなバカにしないでもらっていいですか。ダッセーこいつ。 A 券A 券5級受けて4級落ちたんでバカにしないでもらっていいですか。バカにするよ。マジ本当にふざけないでもらって絶対的にするよそいつは。本当に5級でそんな胸を張るなお前。いやマジで本当に、本当にすいませんでした。お願いします。すいませんでしたじゃないですよ。あしますということで、うんうん、コロナコロナ言うとりますけども漫才これコロナコロナ言うとり、いやどうもコロナコロナ言うとりますけども、あのこれ言い方を間違えたら、はい、とっても大変なことになるんですけど。あんまでも間違えるさいつも言い方言っていいですかこれ。お前ダメだよ。これ言い方を間違えたら社会問題に発展するんですけど大丈夫ですかこれ。違う、先週さ、はい、そのラジオ終わった後、はい、タイガーもいてさ、はいはいはい、結構みんなで喋ってたじゃん、はい、遅くぐらいまで、はい、その時にお前あの真剣な話してる時に、はい、言葉間違い4個ぐらいやってたさ。それが僕のお笑いですから。
それを今やっちゃうと、これもしかもあれですよ、それそれ僕狙ってもないし、タイミングとかも読んでないんでさ、うん、天然で出る、はい、あのバカが出る才能ですよ本当に俺さ、しかもあのタイミング、うん、欲しいタイミングでいつも来るさびっくりするよな、あれびっくりするから欲しいタイミングで来るじゃないですか。あれその近畿が読めないみたいなレベルの本当に、いや近畿なんてこれもう序の口ですよ。まあ確かに、でも言葉の間違いレベルはちょ半端じゃないもんな。いや本当に、うん、本当にただ本当に本当ラジオ中にそんな出ないだけでマジな話。熱い話すると出ますよね。熱い話すると出るね。熱い話で、あなたは熱い話をすると出るね。真面目な話になればなるほどたまにバカが出る。真面目な話をするとそれ真面目な言葉をストックしていかないといけないですか、うん、ストックとかは出さないといけないよね、はい、うん、ってなってくるとそれはねそうなるよねっていうことですよねそこでちょっとした額のなさが出ちゃうよねっていう、はいはい、あの己の進化系とかなりますよね。キンキ、キンキの木ね、キンキの木ね、びっくりしました。あら聞いてなかったやって寛大読めた、寛大は寛大、寛大でも一瞬怪しかったんじゃん。いや怪しくないです、寛大は。寛大読めた、読めます、これは読めます、本当に。いや、舐めないでください、僕英検5級持ってるんで。いや、英検関係ないだろ、はい、漢字だわよ、この話本当に。何の話してるよ、本当に言い方を間違えれば、うん、伝わり方を間違えれば、うん、社会問題に、ね、になるぐらいの話を発言を今からしようと思ってます。俺はこの画面外から出ても大丈夫？全然大丈夫です。あれですか、僕は責任を。いや別に別に。何何？あだからうん、まあ今コロナでね、はい、コロナの世の中で、はい、打撃も僕らももちろん食らってるわけじゃないですか。まあ皆さん打撃食らってますけど。みんな食らってる。でこれでやっぱりね、最悪死に至る病気でもありますから、うん、まあ、気をつけもしないといけないという状態で、うんうん、でちょっともうよく言われてるのが、うん、もう今までのそのなんて言います、世の中帰ってこないわけじゃないですか、完全に。まあまあまあ、完全に帰ってこない、これはもう分かるんですよ。その生活神ですか、生活基盤側とかは分かんないですけど、はいはい、そのメディアですよね、完全に変わるのってメディアも圧倒的にもうこれを機に変わるなと思ってまして、うん、でいやちょっとマジでフォローしてね、最悪ね、うんうん、今僕ね、うん、今の時期このこういうご時世で、はいはい、よかったなとは思ってるんですよ、僕は。よかったな、別にそのあなたにとってはどちらかというとプラスに働いてる、もちろんマイナスもある、もちろんマイナスもあるけ けど、うん、その伸びる部分が伸びに伸びたなっていう、そのいろんなピースがはまりまして、ピース、うん、あ、はいはい、ただそれは別にコロナだからいいよねっていうわけじゃないですよ、もちろん、そういう意味で言ったらないです、もちろん、うんうん、わかるよ、うん、ただそのコロナがいいってわけじゃなくて、逆手にとってやるものがいっぱいあって、うんうん、でうまくピースがもうハマりにはまったなと思ってて、うんうんうん、いろいろちょっと今日はね、うん、そういうお話をしていきたいなと思ってるんですけど、まあ僕今年24歳ということで、はい、そこ、まあ、24かも、僕24の年なんですけど、出会った時19の年でしょ、僕18ですよ、19歳になる年でしょ、あ19の年、もう高校卒業してすぐだもんね、でお笑いを始めさせていただいて、そっか、うん、でまあ今もう6年目ということで、そうだね、お笑い始め6年やってますけども、ねうん、でいろんなこともやってきまして、うん、まあ、で今24歳、はい、今23なんで24の年ということで、うん、まあ、厄年と、うん、年男、年男っていう2つが重なる時期じゃないですか、はいはいはい、年じゃないですか、ね、うん、でよく言われてるのが、年男はいい方なんですかね、これはいいというか、まあそのいい、ね、まあいろんなのが入ってくるよみたいなのよく年男ってその いいことがあるんですかね、なんかどうなんですかね、僕もあんまり、まあ、厄年はちょっとね気をつけなさいねみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、よく言われるやつ、だから年男はまあこの、うん、いろいろ、うん、だからよくやるじゃないですか、あの年男の、うん、年男の方たちがなんか豆をまいて、うん、そういう 役ではないけど服をもらうみたいなイベントもあるぐらいじゃないですか、うんうん、確かそうなんだろうね、だから少なくパワーがある年なんだろうね、うん、多少だそれはちょっと真面目にちょっと感じてて、お今年今年ちょっともう半年経ちますけど、はい、まあまあ激アツだなと思ってます僕大当たりかなんかしたんですか、激アツですよ僕今、もう今パチンコだったらフィーバーですか、今右回転して、あら 右に入れて、右にずっと右に回してます僕ずっと今右に今すごいなお前、右に回してますわマジで、まあそうっすね、何からいきますか、何から行こうかな、まあまあまあでも一つ目で言えばもう彼女がいるってことじゃないですか、まず、あそっか今年そうだな、ジャブ程度でまず、まあでっかいですけどね相当、えジャブこれがジャブジャブめっちゃ、もう俺今顎に入ってからノックさまって彼女いるんで僕今、違うさ、その振りかぶってきたらもうモーションが見えるさ、違うお前がもうノーモーションで俺なんかスパーンって彼女いるんで今僕は、お前本当にもう本当にお前に彼女ができたね、ちゃんさんね、おいる、
後半で話しよう、ほんと俺とキャンさんね、ね毎週木曜日元氏の彼女いるんですよのマウンティングを取られてし、あの放送終わりに、でお前ら、お前らはもっと頑張らないとダメだって頑張れというか、マジで、ね、あのいや、どうしたいのよってなるからお前は末期だと俺は毎週言われ松田浦末期です、末期宣告毎週されるってあります、皆さん心死ぬよ、皆さん思ってる以上に松田浦末期でした誰俺松田浦末期、俺は末期よ、まあ、なかなか末期でした、うん、末期でーすですから本当に、あー死ぬ末期、こいつ末期、嘘これタイガと2人で爆笑するのに、いつもタイガなんで、あそっか、優しいんだあいつ、そうだ心優しいんで、そうだ隣に優しい人置いとかないと俺死んじゃうんだよマキさんの方が面白いお前、マキでーすって、知っとろマッキーでーす、 あいつの方が面白いお前あれホワイトボードマーカーやしお前全然マッキーじゃなかったよ、そうだ、いろいろその、うんうん、先週もお話しましたけど、うんうん、まあ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 いい彼女じゃないですか、いやもう本当に元氏の彼女は本当にいい彼女なんですよ、マジでいい彼女じゃないですか、で元氏のこと大好きなんでしょ、マジで好きなんですよね、だ言っとけ言っとけとか、ほんと国から給付金降りてるからなお前と付き合うことこれ話したことないですよ、多分ないかないんじゃない、そう元氏の彼女は元氏のことすごい好きなんですよ、噂なんですけどね、この、うんうん、で僕の事案ですよ、こいつの事案です、僕の事案ですよ、こんなことは絶対な、はい、あれですけど、僕の事案としては元氏の彼女は元氏と付き合った時点で申請出して国から給付金降りてると思ってらしいなんです、はい、らしいんですよね、そうなんですよ、これ給付金をもらうことによって僕と付き合ってるってことなんですね、はい、そうですそうですそうです、あの国は国民に10万円払う前に僕の彼女にお金払ってるんですよね、月50万払ってます仕事早いな、月50万払ってる、俺の事案だけど、うん、多分、はい、結婚までしたら、はい、ノーベル平和賞もらえるすごいなもらえますね、すごい、確かにもらえるもらえる、世界が世界から国連で喋れるやつや、国連で喋るすごせよや、あの子もこもこもとしと結婚平和賞だね今年の選考はじゃあもこもこもとし君と結婚したあの子、はい、あの子あのノーベル平和賞ということで、皆さん一致でしょうか、だからこれもあれなんでしょ、はい、しかもこのそういう高級、うん、公共機関とか、はい、そんだ映画館とか、はい、バスとか、はい、まあ、美術館とかのお金もタダなんでしょ、はい、ただですただです、一旦でもあなたですあのデートに行くじゃないですか、これすごいんですよね、あなたと一緒に払ってますよ、お金僕目の前そう行ったことあるんですけど、うん、もちろん払ってました、払ってでしょ、後から振り込まれてるから、なるほどねってなるんですよ、だから全部振り込まれてるからね、僕を傷つけないために、うん、そう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 国がお前という人権を尊重しすぎた結果傷つけないためにお前の彼女にはもうお金は入るようになってるからね、っていう話をよくするんですこれカメラも何も回ってないところで僕たちずっと喋ってますやべえやつらなんで、まあ、ありがたいことにメンタル的なね、はい、うんうん、その支えがいるということで、うん、いいじゃん、だからもうそのさ新しいこの彼女がお前のメンタルを支えるまでお前のメンタルを支えてたのは俺とタイガーと両党だからね、あ、うん、Thank you Thank you お前体重重いのに言葉軽いな、 Thank you 殴りてありがとうな、はいはい、で、うん、まあまあいろいろその支えもありまして、うんうん、ちょっと最近激アツじゃないですか、いろいろな情報が、まあ、松田よりも入ってくると思うんですけど、うん、まあ、このできないラインもあるんですけど、もちろんね、まだ話できない、ね、うん、その今 e スポーツがマジで熱いじゃないですか、あ、そう確かにそうだね、うん、鬼熱いでしょ今、はい、熱いね、事務所にもいろいろ来てるんですよ今、お仕事がね、お仕事が、うん、本気の話で、うん、本当に、で今2件ぐらい知ってるでしょ多分、今日来てたやつじゃない、今日来たやつとまた前に1個あったのが覚えてるじゃないですか、うん、あれはでもなくなったんじゃないですか、なくなってないです、まだまだ、あ、延期になってない、まあまあまだちょっとっていう中で、うんうん、そのまあやっぱそのまあこういう時代なので、うん、そういう時期的なのもあるんで、うんうん、やっぱ e スポーツがちょっとやっぱ沖縄にもついに上陸してきまして、そうだね、それそれそれだからそうなってくるともう僕の出番になってくるんですよ、本気の話で、本当にお前の出番だよね、でこれで、うん、まあ、そのゲームに勝つととか、うん、その出演料とかもあるらしくて、うんうん、ゲームに勝つとリアルになん、うん、そのまあまあな額が入ることをちょっと聞きまして、おーおー、ちゃんとした、はい、ちゃんとしたまとまった額が入ることを知りまして、はい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 、うん、なんかそうみたいですね、ちょっと本気になってるんですよ今僕、バンバンバンの方でしょ、バンバンバンの方ですよ、はいはいはい、で別件で今別のつてから、うん、そういうのもそのテレビ関係もあるんですけども、へー、とかそういう、うん、まあ YouTube もちろん今 YouTube ですからね、はい、とかそういうイベントとか、うん、もう結構来てんなと思って、おいいじゃん、結構マジで来てるんですよ今、よかった、やマジ、ま、やらんのお前マジ、どれやった方がいいよ、バン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 やった方がいいよ、うーん、やる、スマホ変えたらやる、あーなるほどね、それはありますね、
だちょっとそれもまだね、うん、今後やっていくことになるんですけど、うん、そのまあまあまあそれはまたいつか情報解禁もさせていただいて、うん、でもちょっと熱くなってる、うんうん、確かになんか、ね、時代もちょっと変わろうとしてますね、沖縄のメディア界も、うんうんうん、まあまあいいことですね、うん、でもう一個、うん、これが一番でかいんですけど、うん、ちょっと映像のでっかい仕事やってるじゃないですか、うんうんうん、今そうだねやってるね今マジな話あのちょっとお二人は知ってると思うんですけど、うんまあ、これもちょっとまだ言えないやつなんですけどねこれ本当は今日言いたかったんですよ僕、うん、もうちょっとしてからかないやちょっと明日ついて、うんツイッターとかでちゃんと言おうかなと思ってるんですけど、うん、まあちょっと事情があって今日やっぱ言えなくなっちゃったんで、うん、まあまあ一個ちょっとねやってるねやってるのがあって今週ぐらいからやり始めてるでしょ今週からもう動いてますもう、うん、で、まあずっと映像もう 5,6 年作り続けてて、うん、すごいはもうレベチマジレベチその今までやってきたこととレベルがちょっと別件なんですよもうおマジな話倉庫にいると久々に、うんうん、学ぶという、はい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 、楽しい経験をさせてもらって今おいいじゃん久々に学んでるんですよ映像をそっか今まではだってもうフリーもう専門学校出てからもフリーだからで受け持つ仕事とかもあるもちろんいっぱいやってるんですけど、うんまあ、別に公表しなくていいことですけどこれは、うんうん、自分でできる技術でやってるしね基本的にはそれで僕はもう基本的に収入を得てるのでうんうんうんって中で、うん、その 2,3 年ずっとこの言い方あれですけど進化がなかったんです、うん、本当にああまあまあそっか自分だけでって言ったら、まあ、自分なりに進化していくかもしれないけど外からの刺激がないってことでしょってのもあって、うん、マジで今レベチ本当に楽しい久々にちょっと目キラキラして今してるマジで楽しいわけ今ほんとなんでそんなキラキラしてんのお前でもよ死ねばいいよね欠点が今欠点が2点あるんですけど何何あのまずあの10時間やるっていうまず仕事1日おーおまずねなかなかだねまだ体力的についてこれないっていうのと、うんうん、あの通勤的なお話で、うん、誰かチャリンコを譲ってほしくてあーママチャリでいいのママチャリでママチャリで俺んちあるよあやばっマジで話終了です。オッケー。ちょっとね、チャリ車がまあやっぱ高いんで、うんうんうん、駐車場がね、チャリを。読めたからチャリで買う。いやそんなことはしないですけど。マジでいい。ハンディってるやつ頭や。頭おかしいだろこいつってなるだろや。心配なるわ。死に痩せらずな。事務所の人も心配なるだろや。秒で痩せらずな。いやさ事務所とかそういう、うんうん、那覇でもちゃんと止めれる場所に止めて。うんうんそこから10分20分ぐらいなんで歩くチャリだったら10分ぐらいなんではいはいはいそこ、ね、使おうかなあでも終了しますじゃあ今度取りに行きますもっといいよでも結構あれよあの折りたたみとかじゃないママチャリガチのママチャリ乗れればいいんで違うさ車に乗るかの話よあなたあーまあ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 行こうそれはその時考えるかまああの僕があなたの家に行って、うんああそれ乗ってチャリ持って一回事務所まで行って、うん、俺が後ろが車についてってで事務所に置いてその後また帰るっていう作業をすればいいんでじゃあちょっと休みの日に行こうまあ親に聞いてみますあげていいのかいいんですか、うん、本当にああありがとうございますうちも使ってないんで多分大丈夫じゃないかないろいろだちょっと明日マジ、はい、ちょっとリアルに今本当に結構、うん、来てるよねちょっとねお前来てるな一応ちょっと来てるよねお前今年入ってマジで来てるちょっと来てるよ俺これね今ノリとかで言ってるんじゃなくてちょっと来てるんですよ本当に元氏今ちょっと来てるのよ、うん、本当にいい波がお前になんでそんな中、うん、お笑いの仕事がねえんだとコロナのせいだよコロナのせいだよなんでこんなに来てんのに全くお笑いの仕事がねえんだろうとコロナのせいだよいやコロナの前からないんですよそれなコロナの前あっただろお前二次会司会後お前2月ぐらいやばかったの週1ぐらいやってたでしょ俺たち2月その二次会会場の方から、うん、もうお褒めをいただきそう我々ねもう毎週君たちで行きたいとぐらいの勢いでしたよよろしゃっつって次の週、うん、コロナスタートです、はい、なんかでもさ、はい、今これを今こう口に出して確認すると、うん、俺たちらしいなって思うけどね、本当にあいいんですけどね多分ねしゃあないんでこれはこのコンビの今全てのマイナスを俺が背負ってると思うなるほど去年ぐらいからなるほどなるほど去年2人で大マイナスしたさ一応分かる、うん、去年2人揃って僕なんかありましたてめえずっと言ってやろかお前M の MM ちゃんの話とお前米軍基地の帰りの話やめとけお前やめとけお前まだ早いあと2年待てなんかさメディア出るのあと2年待ってお前だろうだろう、うん、そんなのもあっただろありましたありました俺は俺でお前
彼女に寝取られるだろうお前、まあまあまあ、大マイナスを食らったじゃん、まあまあそうですね、お前は今そっからさ年明けてからバーッと急上昇してほんと来てます僕俺そのままダウンしていってるから今だからバーッて来てるから、うん、それなりにその、うん、だ朝10時9時には那覇にいて、うんうん、夜の8時とか9時には帰るみたいな、うん、あの本当に健康的な生活をしてるんですよ。あでもそれは俺もやってるわ。これびっくりして、うん、僕がですよ、うん、まあ、知らない方もいっぱいいると思うんですけど、うん、夜中に仕事をしてたんで今までフリーでやってたんで、そうそうそう、でもそれもさあなたのこの大変なんですよ今僕だし、あなたのその精神的なきつい部分の、うん、あの元凶の一つでもあったしね、まあまあまあってのもあると思うんですけど、その人間の生活を無視した生活してたじゃないですか、はい、今本当に2時とかに寝てるんですよ僕。俺も2時に寝てる。分かる分かる。あの僕がですよ本当に2時に寝てる。分かる分かる。で8時半ぐらいに起きるんですよ超健康一回風呂入って歯磨いて飯食って、うん、9時に出勤するっていう、うん、めちゃめちゃいいよな。あれと思って、そう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 、あれっつって、あれっつって、俺サラリーマンになったかなと思いながら俺はそれをやってんだよずっと。ちょっと大変ですね、社会人の皆さんこんな大変なんだと思いながら。そうだよ、すごいなと思いながら、うん、俺それやりながらやってるよ。だからこういう、まあ、いろんなね来てる、うん、もっと他にもあって、うん、まだスーパー戦隊のオープニングが全部あのサブスク解禁したじゃないですか。おマジでマジであれも激アツだなと、あそうなんだ、サブスク全解禁して熱っ。で、あの豆柴の大群の新曲も出たりとか。うん、でも飲酒騒動でなんか謝罪動画みたいな。あ、じゃあれ新曲です。あ、そういうこと。あれが新曲です。俺のいいねだろどうせ。俺のいいねが来たんだろどうせ。あ、からない。多分俺がいいねしないと来ないよ、お前元に豆柴の大群は絶対に。俺の元に豆柴の大群来てくれない。お前の元には豆柴の大群は俺がいいねしないと来ないよお前の力お前の元に花江モンスターと豆柴の大群来るの。あ、じゃあ花江モンスターいらないわけよ俺いや、いらないっていうのは全然いらない。俺は最高だな花江モンスター。俺は全然いらない。新曲出て、だからそう飲酒ごめんなさいみたいなね、うん、あナオーブナオーっていう、ね、方がいるんですけど、うん、その子がなんか謝罪文みたいなのもちゃんとあげてたさホームページに。はいはいはい面白いな。そっからのそのごめんなさいっていう動画が上がってたじゃないですか、はいはい、あちょっと見てないからですよ。あれ新曲なんですよ。いや僕だって会社の合間で見てました。新曲の名前知ってます？なんすか？フラッシュですよ何言うとるんです。いい、さすがワックだなと。ね、ワックすごいですね。いや批判もありますよもちろん。いやまあこの新しい言ったら炎上商法みたいな新しい形これ。あまあそれは批判する方もいれば好きな方もいるんで。まあまあこれはもう好みですからね。素晴らしいです、ね。このラジオを聞いてくれてる人たちも好みですから。本当本当。我々のようなこんなね三流芸人の話を夜の11時からですよ。なんで12人も聞いてんだって話ですよ本当に。頭おかしいっすだから本当に。頭おかしいよ本当に。で絶対アメトーク見た方がいいよ、うん、アメトーク。アメトークとか見た方がいい。本当に。かニュース2、3で現状を知った方がいい。はつきさんこんばんは。はい、こんばんは。ということで今日、ちょっと遅れましたけど、まきさんこんばんは。はい、あすみさんこんばんは。しっぱさんこんばんは。旧ぐしかわのオールさんこんばんは。はい、他で言えば、こんなもんですかね、ツイキャスは。ブルミさんこんばんは。あ、ちゃう。ありがとうございます。シルミチューさんこんばんは。はい。他はツイキャスではいないですけど、まあ、あと、あ、ふうすけさん。ですか？ミスケさんじゃない？ミスさんごめんなさい。は僕らのじゃないですね。お疲れ様ですね。はい、こんばんはということで。コンティニュー声も入ってるんですか？はい。あ入ってる。すごいね。ありがとうございます。その、はいはい、いろいろある中ね。あひゆみさんこんばんは。さっきまでいただばっち。ちょっとだから激アツですよね。いろいろね。いろいろと本当に。あ本当にあなたでも本当にもう。まあいや僕だけじゃなくこの時代がやっぱちゃんと変わろうとしてる、うんうんうん、世の中になってんなということで、はい、もう YouTuber マジの時代ですよ。いやこれ本当に YouTuber とかその媒体が変わります。100変わります。うん、120% 変わります。娯楽のエンターテインメントかね。で、あの本当にあの僕そういう業界のそういう方も知ってるんで少なからずっていうのをお話もたまに聞かせてもらうんですけど、やっぱそこ乗り遅れると本当に廃れる可能性があるので、ちょっとマジで、で、あのディレクターも知るじゃないですかラジオので、いやマジここも本当にいろいろとちょっとマジ本腰入れないとやられますよ本当に。誰に？時代に。マジマジこれマジこれマジ来てる。マジで変わる。100変わる時代は。そうだね。そういう時期なんだと思う。大革命の時期。コロナ的なのもやっぱまあ都市伝説とかになってくるんですけど、いやこういうのは周期的に来るもんだから。そうだね。変わろうとしてます。マジな話。これだ見ました？何が？YouTube で。ゆゆうた知ってますか？名前は。ゆゆうたあのピアノを弾く。はい。絶対音感を持ってるんですけど、才能をドブに捨てた男ゆゆうたって言うんですけど。捨てたんだ。彼は本当にすごい人で、あの住所特定とかもされたら、うん、それを逆にもう逆手に取って、うん、自分の住所特定されて住所の歌を歌うっていう最強の男なんですけど、うんうん、すごいな。最強の男なんですよ。最強だな彼が。あのこの前の、はい、日曜日、
日曜日、うん、僕ら母の日公演ライブもしてましたけど、はいはい、土曜日の18時から日曜日の18時まで、はい、あのピアノを24時間弾き続けるっていう配信をしてて、あ、田岡鶴太郎ですね。僕ちょこちょこ見てたんですけど、ほんとすごいなと思って。 あれでまあまあ稼いだと思います。もうスパちゃんもすごいし。そっか、24時間おむつ履いてました。あ、トイレ行かないためにね。そっか、そうだよね。すごい、ほんとに離れられないもんな。いやいや、ほんとにかトイレにピアノ作ってもらうから近いですよ。ほんとすごかった。家の動線に全部ピアノをこうだからあの18時から僕らライブが始まったじゃないですか、日曜日。はいはいはい、配信がちょうどそこで終わるぐらいだったんですよ、うん、言うた、うんうんうん、もうそれどころじゃねえと、うん、もうライブなんて知らねえぞと。絶対言うなよお前。おい、ゆゆうたが来てんだぞと俺一人で始まる直前にゆゆうたってなってました僕おめでとうって言ってました僕でそのテンションであのライブ配信来ましたどんなテンションで来てるどんなテンションで来てくれてればお前。昨日楽しかったなと思って、うん、楽しかったね。昨日大喜利のライブ配信、これ自分で言うのもあれですけど、はい、思ったよりキレッキレだったよね。あなた面白かあなた面白かったですよ。自分でも思ってる以上になんか、はい、俺最後の全員集合の時お前がずっとなんか満面の笑みでずっと顔いや違う、あれはマジ どうしたらいいのかなってのがフリーズしたかのようにいやマジどうしたらいいかなって面白かったんだけど俺は。充電も切れそうだったんで。何が？あ、携帯充電も切れそうの中、お前の充電が切れそうだったわけではない。あ、違う違う違う、あの携帯の充電が切れそうだったんでちょっとそれを気にしながらやってたんでそういうことで、どうしようかなって。面白かった、昨日良かったです。面白かった、面白かった。久々にちょっと楽しかったですね。僕も楽しかった。こんなのもいずれたまにはね。たまにはいいね。あれ面白かったですね、うん、あれね。ありがとうございます、はい、本当に。僕も楽しかったです、昨日は。僕静止画みたいでした、本当に。本当にもう静止画みたい。俺フリーズしてるのかなと思って最初、お前だけ。本当に？うん。だって微動だにしないわけよ。いや。でお前さ、ずっとこの目細めるタイプの笑顔してるじゃん、はい、てか瞬きもしないから、はい、あ、俺元氏フリーズしてんのかな。多分僕出し切ったんだと思うんですよ大喜利で。王妃の王妃の恵み、王妃の恵みで、はい、あれめっちゃ面白かったな、はい、10円になるんだな最後、はい、皆さんに情報を提供するために俺はそのマイナスを覚悟して突き進んだんですよ、うん、いや僕勇者です。面白いからクレジット一括行こうかなと思ったんですよクレジット持ってる？そう、昨日の、昨日、ごめんなさいね、昨日はあの、ね、LINE 大喜利っていうのがあって、うんうんうん、そのコロナ自粛中に痩せる方法は何ですかみたいなお題で、あの運動不足を解消する方法はそうそうそうみたいなね。家に愛していないだろ！泣くな、32歳が多い。そのなんかもう33だよ、もう33だよの人。お手でね、みんな、うん、あったじゃないですか。いろんな、いろんなのね。で、僕が、うん、こういう2週間でマイナス15キロ痩せるらしいっすよみたいな、うん、いわゆる貼っときますっつって、うん、王妃の恵みのいわゆる貼ったんですよ。で中川さんがまあまあ食いついてくれたんで、うん、あれちょっと火開こうと思ったら、うん、まず3980円が今なら100円セールやってますよっていう情報あたり、うんうん、安いなと思って。でそっから1分後、うん、本当に1分後、うん、そのたまに、漫画とか無料で読んでたら、うんうん、なんかそういう広告がついてくる時あるじゃないですか。あるあるある。邪魔だっていう広告あるじゃないですか、うん、あれが来たんですよ。それが10円のやつだったもう逃げれないんですよもう今10円なんで、特別キャンペーンで10円なんで買ってくださいぐらいのテンションであのずっとついてくるんですよ本当に。あれ面白かったよな。ということで分かったよっつって、うんうん、押したんですよ、うん、買うよっつって入っていくじゃないですか、うん、まずあの個人情報をガンガン要求してくるんで、そりゃそうだね、入れようかなと思いながら入れようかなじゃ面白いのが支払い方法ってのがあって、うんうん、クレジット一括しかないんですよ、うん、まあ、10円を10円よ、違う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 、10円分割されてるじゃあ10円よ、お前10円の2回まで聞いたことあるか、よく見たか、あれ何送料無料だよ。だから頭おかしい見たかお前、あれ送料無料だぜお前。我々別にディスってるわけじゃないですよね、うん、今褒めたたいてますからね、王妃の恵みを。マジ王妃の恵みマジ最高ですよ、ね、一旦100袋買おうかなと思ってマジだ、100袋買っても1000円だからな。いや面白いから本当にこれで送料無料なんだよお前マジで。送料無料なんですあれ、俺にくれん本当にマジでめっちゃ面白いなと思いながらっていうのはありましたけど、ちょっと楽しかったね。じゃあちょっと一旦メール読みますか。あ、そうですね、じゃあメール今日はもうちょっとなんか、うん、長くなりそうなんで CM まとめて最後にやりますか。あ、そうですね、じゃあある程度後で CM バッていきます。どれでしょ、いいよいいよ、トイレの時間だね。始まる前にトイレしたいって言ってたから、おうおう、別に途中で全然抜けていいっすよって言ったら、そうだね、30分かもしれない。あ、全然いい、私ピッピ、早く行け、やめろ死に蛍光グリーンの、ということでメールいただきました、はい、ありがとうございます。じゃあ読みたいと思います。もこもこもとしさん、松田オイルさん、こっちゃー、あ、来ましたね、やつが虎吉大吉、ウフジシです。虎吉さんだ。
暇なので宇治市がおすすめする幻の沖縄そばの名店を紹介したいと思います。なんだと急だな幻の沖縄そばだとちょっとこれは聞こうちょっと急だね、はい、宇治市の地元八重瀬町にある南の駅八重瀬、はい、さまざまなテナントがあるのですが、はい、トゥブーそばを販売している幻の名店中野屋。トゥブーそばちょっとわかんないですね。トゥブーとは、はい、トビウオのことで、トビウオ八重瀬町の特産品でもあります。はい、そうですね。一口食べれば、カツオだしとは違う旨味を感じられ、虜になること間違いなし。ちゃんと俺が漢字間違わないように読み仮名を振ってくれますね。基本読むの俺なんだけど。過去に僕はだしをデジルと読みました。寄せのことをな、寄り席、あ、縦のこと殺人って言いますよ。はい、僕縦のこと殺人って言います。いや、縦知らんだろ、思ってるより。いや、わかるだろ。舞台とかのね、舞台とか、時代劇とかのこの刀の切り合いのシーン、縦。でもあれ、殺すに、人権の人なんですよ。そうで、いや殺人やないかいと別件だわ。殺人やないかい。殺人は別件だわ。慎吾さん殺人の練習してんなってなりました。やばいやつでしょ。本物の殺し屋でしょ。縦の練習な。はい、二口食べればピリッとくる辛さが癖になります。三口食べればもう天に召されてもいい。あら、三口で死んじゃうんですか。行っちゃうんですね、多分ね。はい、ぜひ南の駅八重瀬に足を運んでみてください、はい、と言いたいところなのですが、はい、実はこのお店3月をもって閉店いたしました。おい、キンピラタイガーごぼやめ、紹介すんなよ。キンピラタイガーの癖が出てるぞ。紹介すんなよって、ゆえに幻の名店と呼ばせていただきました。勝手に呼ぶな、勝手に幻にすんな。いや、実際そうだ。いや、そうだけど、確かに俺らからしたらね。お二人も、機会があればぜひ中野屋の跡地に足を運んでみてくださいね。跡地やめろ。ではでは、おやすみなさい。じゃあ、おやすみなさい。ありがとうございます。あ、ちょっと面白いですね。面白いね。飛び上の、飛び上飛び上な。今日僕9時前仕事してたんで、本当よろしく。あ、メールアドレス言わないのって言われても、メールアドレス言いましょうか。メールアドレス、あ、はいはい。俺たちいつも募集してないからさ。あ、そういうことね。あ、僕らのメールアドレス、当日さんのメールアドレスから。なんで俺たちそんな急に個人情報を流出するの。すいません、もう全然来ないもんなんで、今日忘れてました。トラキシさんしかメール来ないですからね。はい、トラキシさんかなったんですから、いつも来るのは。はい、どうぞ。お願いします。メール、もしよかったら送ってみてください。797@fmgino1.com。797@すべて小文字で、fmgino1.com となっております。よいしょ、お願いします。トラキさんに続けた幻の名店をね、紹介していただいても全然いいですし、ということで、はい、本日、女性の方が多いんですかね、比率的には。どうなんでしょう、半々ぐらいかな。まあ、よく女性の方が僕らは多いのかなと思いますよ、はい、いつも。そうですね、まあ、そうですね、っていう中でこんな話するのもどうかと思うんですけど、ちょっと残念な話がありまして。残念な話。厄年だなっていう話がちょっと。いや、厄年だと、やっぱ良くないことが起こるなって。さっきまではもう年男の良かった話があったけども、ガンガン来てんなって中で、僕厄年だなっていうお話がありますんですけども、ありますんですけども、ありますんですけども、日本語下手だね。今から、汚い話をします。嫌な人は耳を塞いでください。もしくはツイキャスを消してください。か、携帯捨ててください。粉砕してください。僕止めないですよ、これに関してはもう、ね、粉砕に関しても僕は全て肯定していきますから。もう全然、ナータは寝る準備して寝ます。まあそうだよね、寝る準備して寝ないはおかしいもんね。正しい。お休みということで。お休み。なんじゃい。僕の人生の、痛いランキングみたいのがあるんですよ。体の痛み。痛いランキング。物理的に、その、まあ、ダメージを負うお話がいっぱいある。はいはい、まあ僕体重120キロということで、生きてるのが不思議なんですけど、僕の場合ね。いっぱいいるよ。生きてる人は別に。まあ今までの、ね、3位を発表すると、それが更新されたっていうお話なんですけど。久々に。記録更新？久々に。これお祝い事じゃない？じゃあ。ほんと久々に。いや、痛いやつだ。ほんと痛いやつだ。1位が、痛いランキング、死体の方の痛いじゃないんだよ。カウントランキングしますけど、はいはい、1位が、まあ、高校生の頃に僕、盲腸をちょっと発症してしまいまして、はいはい、盲腸の、その、なんて言います、いらない部分ってやっぱあるらしくて。別にあってもなくても正直いい部分が体の中にあるらしくて。そこに、まあ、ちょっと、まあ、穴なり何なりが開いて、ションベンが溜まって。でションベンってやっぱ排泄物なので、やっぱ菌とかもいっぱいいるんで、それが溜まり続けるということは、まあ簡単に言えば腐っていく話なんです。はいはいはい、ということで盲腸が腐ってると。その時の盲腸が今のあなたで。誰がよや。誰が腐った化身をや。腐った部分だけが成長してこうなったわけじゃないですか。腐った盲腸をまず切らないときにはもう炎症起こしてるからっつって、切った後の手術の後がもうダントツで痛くて。
やっぱ切ってるもんだから、それは切った時は、うんうん、手術の時はもう麻酔、全身麻酔なんで痛み感じないですけど、そうそう、約6時間後に目が覚めたんですけど、はいはい、起きた瞬間はもう本当に痛いわ、吐き気するわと、まあ、本当痛み止めぶち込まないと3日間クソでもだえ苦しんだんですけど僕、はいはいはい、っていうのがまあまあこれは物理的に一番痛かった、まあ、これはそりゃそうだ、まあ、手術後はね痛いでしょ、痛かったなっていうの、うん、で第2位が第2位、うん、第2位がですね、はい、僕20歳の頃に尿路結石を発症しました、うん、やってたなお前な、僕尿路結石が一度あったんですよ、なってたな、まあ、尿結石これ一応まあデブ関係なくて、まあ、遺伝とかもあるんですけど、うん、まあ、塩分とかもあるんでデブが良くなりやすいんですけど、うん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 、で、まあ、僕が出てきた尿路結石も本当に、うん、いや何ミリぐらい、1ミリあった、1ミリ2ミリぐらいだと思うんですけど、うん、それですらやっぱこの腸を傷つけながら出てくるもんだから、腸、尿道でしょ、尿道、いや腸も削ってくるわけあるだから、あの嘔吐がすごいんですよあれさ、もう拷問の形してるよねいやマジですごい、あれもう人殺すよ、うん、あれあれあと20倍あって人簡単に殺せるさっていう形をしてるあれの20倍ある人は生きてないほんとにあれマジで、マジであれバケモンだよな、あれがその、うん、もう学校の、うん、多分修了してみたいな時に、あ、だって専門学校のでしょ、専門学校の、うん、しかもその専門学校が、うんうん、そのアパートとかを、うん、そのちょっと作り直してやってるもんだから、うんうん、そのなんていう階段もなんか登りづらいだけど、あの救急隊員からしたら、うん、ちょっと大変というか、はいはいはい、の中僕 6階の最上階にいたんですけど、うわもうゲロ止まらん、痛いわ、もう動けなくなるわということで、うんうん、みんながもう助けてくれて電話して、あの時だけ一瞬痩せたんだっけ、いやまじ、あ、ゲッソリでした、びっくりしましたできて、うん、すごいなと思ったのが、うん、担架があるじゃないですか、はいはい、担架ね、担架ね、うん、でも僕ぐらいの体重になるとやっぱ、ま、ワンチャン持てない可能性があるんですよ、そう、で、まあ、2人がかりでもね、ワンチャン、いやマジであるよって、ぎっくり腰になるとなるじゃないですか、うん、いくらなんでもね、救急隊でも、うん、ということで今の担架って分離するんですよ、うん、真ん中外せるんですよ、真ん中外す、真ん中だ、なんかそのもう あなたが持ってる布じゃないんですよ、もうほうほうほう、もうなんかお前分離しないといけない、でも乗るのお前さん、お前じゃだから一回半分乗せてちょっとこう傾けさせるんですよ、あーそういうこと、で下に入れてガチッと乗せて、はい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 、すげえなと、あーあーあー、もだい苦しみながら思ったんですよ僕はよくよく覚えてんな、はい、第2位ですそれが、へー、で第3位が、うん、事務所で、きんぴらごぼうのタイガさんとティーガと一緒に、あ、これもう二十歳ぐらいですかね、うん、もうお笑いもうまくいかない、うん、いろいろ仕事もうまくいかない、生活もうまくいかない、うん、そして嫉妬がたまりたまり、ハイアップローという同世代でなんかアイドルみたいなことしてる、うん、あいつら許さねえという嫉妬がたまりにたまって、どの口が言ってるか、ストレスとそのどの面が抜かしてるか、あーってなって、もう沸点がぶっ飛んだんでしょうね、うん、心臓の内側から寒くなるっていう、うんうん、本当にやばいやつだよ本当にやばいやつ、これ第3位なんですけど、いやはははは、でいうレベルのやつじゃないから、知らんだろお前、あれ辛いぜ結構あれよ、毛布かぶってもよ、うん、ダメだって、タイガがずっと儲けてる、俺がタイガさん、俺がタイガさん、違う、内側からだからってずっと言ってたんだろ俺がもう、うん、もう多分自律神でぶっ飛んだんでしょうね、うん、もう寒くて、うん、タイガさん、タイガさん、寒い、タイガさん寒いっていうから、この理由がちゃんとした病気とかじゃなくて、ただただこの嫉妬、タイガさんがネタミソネみたいな、どうしたどうしたどうしたってなって、でダッシュでその布とか事務所にあるそのかけれるやつ、うん、毛布とか、うん、もうそういうなんかまあジャンパーとかかき集めて俺にかぶしてくれたら、うちうちうちっていう笑えねえよこあったかいコーンポタージュとか渡せばよかったんか、じゃあ内側から攻めないといけない知らんけど、あれはね、知らんけど、まあ、適当に4位5位とか、あのライブ中に胸が痛くなるとか適当にあるんですけど適当にね、よくあるんです、全然笑えない、リハ中にあるじゃないですか僕たまに、あ、たまにある、胸が痛くなった時の対処法なんですけど、胸殴るんですよそしたら外側の痛みなんで、内側の痛みを緩和してくれるんで、うん、良くなります、なってはないのよ、ごまかしてる良くなってる、絶対に真似すんなよみんな、あのいい方法してるよ、なんすかなんすか、いい方法ある、ペインコントロールのツボ知ってるんだけど、うんうん、その部署を取り出してもう自分の体にはないって思って一生懸命念じたら痛み和らぐよ、妄想でってこと、なるほどね、まあ、確かにその思い込みさせるメンタル的なお話もあるかもしれないですね、うん、で見てみお前、ぐし何が旧ぐし川市の俺さん、笑える話をしてくれると助かりますって言ったから、えこれ笑えないんすか、笑えねえよ、えこれ笑えないんすか、全然笑えないよ、ガハハハハってなるんですか、なってないよ、元ノルウェースウェーデンの店長さんに話すとガハハハって、あいつサイコパスだからなえ
あいつはサイコパスなんだよ。でその3位が更新されましてさすがに1位には勝てないんですけど、うん、いやシンプルに病気なんであれまあねまあなまあなお前マジでマジあの第3位のお前が誰かから訴えられてもらっていいよ。もう訴えられることないだろお前。そうないだろお前。なんか訴えられてほしい。何も人ディスってないんだから、うん、これ全部俺を自分で出してるだけだからこれ。俺を自分で出してる。よく分からんけど。何言ってるこいつ。これ3位が、うん、過去にちょっとお話もしたことあると思うんですけど、うん、気頭包皮炎っていう病気があるんですよ。これこっちで言った？多分言ったと思います。カマルかなんかの時に言ったんじゃない？あーかなー、うん、もうあーちょっと面白い話が出ました。なんすか？スプリームさんが昔あの大家さん、メガネロック大家さんのラジオで、うん、スインチューママーっていうまあちょっとユタではないんですけど、うん、見える方がいて、ユタ見習いね、あの人。まあそうですね、うん、あのスイッチがちゃんとできる人で、うんうんうん、その人に僕が本当の話で本当に困ってた、その時、うん、寝てる時に、うん、ちょっと息が止まったり苦しくなるんですよって話を相談したら、うんうん、ママさんが無呼吸症候群なんじゃない、うん、それ単純に太りすぎだねっていう話もあったんですけどね、うん、懐かしい、あったねそんな、最高でしたねあれね、うん、本気で相談しに来たら、うん、無呼吸症候群だよって言われて、うん、ただただもうやめろと思ったんですけど、ただただ太りすぎだよっていう気頭包皮炎っていう病気があるんですけど、うんうん、ま、どういう症状なの簡単に言うと、チンコが切れるっていう病気なんですけど、まあ一つ言うのは、うん、まあまあ、もちろんこれは別にどっちでもいいんですけど、うん、別に性病とかじゃなくて本当にワンちゃん全然かかるんですよ、うん、2人も、うん、あ僕もマジで癖ついてるんで、うん、ちょっと3回目なんですよこれ、結構なってるよな、癖ついちゃって、いやもうこれはもう、はい、川です、川です、簡単に言うとあれですよね、包皮です、包皮、そう、気筒の皮膚ね、単純に包皮が、まあその包茎ってあるじゃないですか、うん、ね、その気筒をかぶってる、うん、その皮があるじゃないですか、だいたい日本人、僕は火星なんで、はい、その剥くこともできるし、うん、ズル向けの人は、まあ、ズル向けの子もいるし、まあ、あんまりならないし、でもズル向けはなりにくいでしょ、ガッチガチにね、うん、なんていうそのやられてる方もいるじゃないですか、うん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 、で、まあ、ズル向けの子も、まあ、日本人はなほぼ火星法系なんで、うん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 、10人に1人かかるらしいんで、これマジ気をつけてほしいのが、うんうん、だ気をつけれないんですよこれマジで、うん、だその1人でとか、うん、そういうパートナーがいてとかあるじゃないですか、うん、そういう行為があるじゃないですか、まあ、するかですよ、その時に、うん、いや全然傷入るらしいんですよ、まあ、擦れてるからね、そっから普通に物理的なもので、ね、雑菌が入って普通に、うんうん、いや普通に入るんで、うんうん、でその誰も疑ってはないのよで、うん、顔をかぶしてるもんだからそのぬくいんですよ、蒸れてね、蒸れるんですよ、うん、そっから菌が発症して、うん、そういうまあいろんな病気にかかってチンコが切れていくっていう恐ろしい病気なんですけど、恐ろしいよ、恐ろしいんですあれ、うんうんうん、あれ恐ろしいんです本当に、シュプリームさん包茎って何ですかっておい、なんだこれズルム家族、本当に痛くてあれ、うん、だ簡単に言えば、うん、そのもう剥けなくなるんですよ、皮をね、皮がもうパッカンしてるんで、ちょっと、うんうん、ちょっとパッカンしてるんで、はいはい、剥いたらさらにパッカンしちゃうんで、はいはい、激痛なんですよ、でしょうね、でその確認すんなおい、で一番何が問題って、うんうん、このおトイレするときに結果ションベン、ションベンも、うんうん、やっぱ菌の塊みたいなもんなんで、あれもまあまあそうだね、それがやっぱ、うん、残ったまま皮に付着したまま、はいはい、そのままにすると、うん、さえ押さえてしまうと結果それが、うん、病気につながる、その、うん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 、悪化につながるよみたいな話があるんですけど、うんうん、だから剥きなさいと、頑張って、うんうん、頑張って剥いてトイレをしてくれと、でも剥かない、トイレするとき、いや剥けないんですだから、あーそれにかかってても頑張って剥くんですよ、痛いのを我慢してね、剥いてやるじゃないですか、はい、戻すじゃないですか、うん、お前かかったことないから分からんけど、分からんよ、剥いたときに、うん、その切れてるし、うん、そのめっちゃ輪ゴムで締め付けられてるみたいになるんですよ、お前関東方形じゃなくてそれ、あ違う、だからその若干のねやつ、うん、まあそれがひどいのが関東方形なんだけど、うんうんうん、ちょっと締め付けられるんですよ、あそう、だから全部出し切るじゃないですか、はい、ちゃんと綺麗にするじゃないですか、拭くじゃないですか、戻すじゃないですか、うん、その止められてたションベンが出てくるんですよ、はいはい、残尿がね、残尿がバンバン出てくるんですよ、でそれがまたこの皮の中で蔓延するからっていう悪循環のね病気なんですけど、関東気味なんじゃないじゃんお前、だから、うん、そのいや話したさちょっと、うんうん、この前、うんうん、ついに、うん、もう治りかけてたんですよ、治りかけてたんですけど、第2陣が来てたの、ちゃんと薬も塗ってたんですよ、ファンガソープ EX とデルモザル G 何個塗ってたんですよ、ちょっと分かんない、ファンガソープ EX とデルモザル G 何個塗ってたんですよ、ごめんなさいごめんなさい、僕はちゃんともう一回もらっていいですか、抗生物質の塊を塗ってたんですよ、僕はもう一回もらっていいですか、いやファンガソープ EX とデルモザル G 何個だろ、やばい全然
最初漫画倉庫にしか聞こえないわけ俺今漫画倉庫 GX みたいな、なんか漫画ソープ EX とデルモザール G 難航だあとお前からソープが出てきたらもう風俗しか頭に出てこないからみたいな塗りながらね、うん、もう時間ないからちょっとやりますけど、ただちょっと治りかけたんすよ、うんうん、本当の話、うんうん、本気出し始めて、え、そう、サードインパクトが来たの、サードインパクト来たエヴァで言うとニアサードインパクトのあれは新劇場版のやつはニアサードインパクトだから気をつけろ、あれ知らんけど、あ、結果カオルくんが一回止めてるからさ、分かったから分かった分かった、そこはもうそこはいいな、で、その、うん、サードインパクトが起きて、うん、お前の中でのサードインパクト本気出してきて、マジで人がマジで向けなくなったっけよ、身動き取れなくなったっけよ、マジでで、うん、でももうちょっと、うん、そのやっぱ結果溜まっちゃうから、うん、その菌が、はい、頑張ってその先週土曜日、うん、はい、1回掃除しねえとと思って、確かにそうだ、頑張って剥いたんですよ、そしたら、うん、ガッチガチに固まってるわけでしょ、頑張って剥いたわけそしたらあの晴れに晴れ上がってて笑いながら言うな、晴れに晴れ上がってて皮が戻らなくなったんですよ、皮があ、もう晴れすぎて、晴れすぎて戻らんくなった、今まであった皮の数十ぐらいの、うん、皮のデカさになってるんで伸びきっとると、戻そうにしてもその皮を抑える場所がもう存在しないんですよ、僕のチンコには、おお用途じゃないけど吐きそうになってきたわこの話、うん、簡単に言えば僕のあれにヤングドーナツがついてる、やめれやおいおいおいお前たとえひどいぞ、ヤングドーナツがついてるみたいな状態です、ほんと最低だよ今、ということで、うん、もうこれはやばいと、やばいよ、いい加減病院行こうっつって、うん、月曜日ちょっと合間見て、うん、泌尿器科に行って、うん、先生にこれちょっとやばいんすよっつって、うんうん、もう俺もうこれもう皮切るテンションで行ったんですよ、うんうん、もうこれ皮切るしかねえだろ、あのシュプリームさんが切ったね話だな皮切るしかないだろっつって病院に行ったら先生が、うん、あーはい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 っつって、うんうん、あのなんかゴソゴソし始めて、うんうん、あ、じゃあこれあのなんかそのローションじゃないけど、うん、その滑りやすくなるよみたいな、潤滑剤をね、でちょっと麻酔もついてるからね、じゃあ我慢してねっつって、うん、ボーって戻すんですよ、あーってなって俺も切られると思って覚悟決めていったら急に戻されたんですよ、じゃあ俺全力で、じゃあ俺本当によくこの話聞いてますよね、11人本当にびっくりして、俺これ閲覧ゼロになってもおかしくないと思ってるのよ、びっくりして俺も、うん、マキさんミシュラン男と呼んでいいですかミシュランマンやめれおい、でその後、うん、あの飲む香成分を上げろと、うんうんうん、飲む君には飲む抗生物質をあげよう、君はもう向けないんだと諦めてこれ飲む方の使いなさい、塗り薬やめろっつって、うん、あなたが落としたら塗る方の抗生物質ですか、それ3日飲んだんすよ、うんうん、治りました最強だな、抗生物質神というお話でした、うん、ありがとうございました、なんだろうお前旧ぐしかわしの俺さん、いいや、うん、FM 小座聞いとけばよかった、あーもう間違いでしたね、間違いですよ本当にハイビスカスパーティーがすごい綺麗な話をしますから、ね、この時間はね、いやもう我々は本当に人生のターニングポイント間違えただけだって、これはそ本当にね、旧ぐしかわしの俺さんに一言言って本当にやんじゃ、はい、とりあえず謝っときますか、え我々はヤングドーナツの話ですか、だからヤングドーナツやめろ写真見る、写真見る、一応 見せるかって話したさ、俺一応ちょっと一応見たいではある、一応もう消します、一応消すんですけど、何らかのミスで、うん、この世に出てしまう可能性があるんで、はいはいはい、一応フォルダにはもう残さないようにしてるんですけど、はい、タイガー見ました、痛い見たい見たい、タイガー見ました、ちょ本当にじゃあこれもうエンディングですよね、54分前ですよね、うんうん、じゃあこれ見てもうエンディングかかってますもん、もしかして かけちゃってください、ごめんなさい、すいません、うん、でそうこれを見て、じゃあちょっと松田オイルのちょっと印象を聞いて、うん、エンディングという形にさせてください、すいません、さすがにヤングドーナツは言い過ぎよ、でも絶対ヤングドーナツ見せます、なんだヤングドーナツって、じゃあどうぞキャサリン見せてください、見ます、自己責任ですやばこれ、やばくないですか、お前これあの装着前のコンドームみたいな形やばいよなこれな、これそのまま引っ張ったら下に伸びてくだろ、俺もうさ痛いんだけど、うん、やっぱ少なくとも芸人なんだよ、うん、めっちゃ面白いし写真撮ったやつやっぱ消します、でももうこれより出る可能性があるんで、ただミスってツイッターとかに上げちゃいそうなんです、ただねこれね何が面白いって、うん、全然チンコに見えないんですよ見えないキノコですよね、すごいですよね本当 ね本当にちなみにあの無理やり戻した後見ます、ああ戻せるんだ、まあ、それをだその余ってる、これはきついな、これ何これ、これ白いの、知らん、
多分これは光です。光ということで、お送りしましたのはオードブルの、もこもこもとしと残り30秒となりましたね、はい、ありがとうございました。本当にね、今日も楽しい話をお聞きいただきありがとうございました。もこもこもとしと、はい、メガネの人でした。はい、あざした。また来週、バイバーイ。いいんですか。いや、見せてもいいんですけど。ダメダメダメ、知らんよって話。いや、これは本当に芸人のそのなんていうし、俺対処スペックがあるもんだから芸人って、うん、俺たちのその間で見えるのは別にいいんですけど、そのもしと個人的に会った時にね、その画像がまだあれば見せてもいいんですよ。あー、いいですよ。ただこうやった時に思ってる以上に FM ギノワンのアカウントがバンされてます。確かにな、 FM ギノワンさんにご迷惑がねかかりますから。本当にヤングドナツだろ。いや、これマジヤングドナツだろ。ヤングドナツだ、これマジヤングドナツだろ。チョコリングな。普通のメール募集してたけどメール来てないわ。おなんなんだお前。来ないんかい。え？来てるんかい。カズマ選手お前。カズマさん。違うよ。いや、ちょっと呼んで。ちょっと呼びましょう。じゃあ、せっかくなんで延長でメールちょっと読ませていただきますね。オードブルのトヨタオイルさん、ボコボコモトスさん、はじめまして。こんばんは。こんばんは。捕まえるでしょうね。隠れファンの総菜ね、総菜ね、俺たち別に、俺たちの。そう、オードブル、そういうことじゃない。そういうことじゃないんだよな。旧三郷村の俺です。三郷村って言ったらいいけど。三郷村な。三郷村の俺です。はい。で、今日のオープニング、いつもと違って楽しかったです。ところで話は変わりますが、M の MM ちゃんってどういうことですか？詳しく知りたいです。では最後まで、楽しく聞かせていただきます。お前全部知ってんだよ。お前全部知ってんだべ。総裁キング旧三里村さんの俺さんね、これはですね、もこもこもとし君が去年すごい片思いをした女の子がいるんですけど、その子の話ですね。全部知ってんだろお前。お前に話したら大人の解釈されて、お前いろいろへこまされただろ。ヤギバルのエンダーだよ。成長したな。本当に成長したわ。いいな、楽しいな。ヤギバルのエンダーでね、ヤギバルの朝の腰グレーブルしまってました。ちょっと、まあ、延長放送、まあ、ちょっとこの後、うん、打ち合わせもあるんですよ、はい、僕らも、はい、あの別件で、うん、それがその始まるまでちょっと、うん、まあ、ちょっと残念なお話ですけど、まあ、もちろん皆さん知ってる方もいると思うんですけど、お笑い米軍基地が中止ということで、これ残念ですけども、これもしょうがないですね。これしゃあないんで、もうこれなんならもう4月の時点でほぼもう確定状況だったんで、まあ、まんちゃんさんとも僕はいろいろ話をして、うん、今回はもうほぼ DVD で行くぞと。あ、これ言ってやつ？いや、DVD はもう発表してますから。してる？してます、特訓します、特訓しますとか、まあ、もともと本を今回は作ってパン風みたいな感じで、おうおう、それをそのお笑い勉強コントとマッチングさせてるパンフなんですよ、ね、面白いねっていうのをちょっと考えてたんですけど、まあいかんせんできないということで、今回はもうパンフに、DVD を出して、うん、っていうのがあの土曜日から始まるんですよね、稽古がね、ついに、まあ、ちゃんとソーシャルディスタンスをしながら、はい、だから死ぬほどトークでやると思うんですけど、はい、一応もうちょっともうズームで結構ありますか？あ、一応なんか土曜日にやるから予定は空けといてって言われました。だからズームの可能性もあるんです、もちろん。ほー。で土曜日にやるんでみたいな。はい、もう今もだって結構 FEC、うん、初めて、SNS に触れたかのようにズームやるじゃないですか。FEC 今。初めてネットを知ったかのようにズーム触るじゃないですか、今。ズームだと思います。ズームで結構するの？ミーティングとかズームでやる？まあ、楽しいんだと思います。今まで、ね、アナログだったんで、うちは。めっちゃズーム使うさ。いや、いいんだけど、別に。こんなに使うかっていうか、ズームで。便利だしね。いや、これ LINE でいいやないかいっていうのもズームするんですよ。いいけど。いいけど。LINE でいいやないかいっていうのもズームするから、俺楽しいですよ。そういうので、ね、はい、稽古もしていかないといけないんで。はい、まあ、コントも、ちょっとこういうご時世なんで、うん、ただでさえ右から左からも言われるライブなので、うんうん、ただでさえね、ただでさえいろんなところに敵を作る事務所ですか、ね、事務所なので、はい、さらにこういうご時世ということで、多方面から食らうんじゃないかっていう対策もしながらコントをするということで、
あれですよね、LEC の敵って、はい、2次元じゃないですよね。4DX ぐらいの角度から怖いんですよね。この角度四方八方それすらも楽しもうみたいなところ僕もありますけども、ね、別に悪いことはしてないんで、もちろんね。何かと本番に弱い FEC の配信、いや違うんですよ、本番に弱いじゃなくて、あの単純にあの回線が弱い、変あの単純にあの今までのツケですこれはもう言いましょう、今までのツケです。 FEC が映像とかに触れてもらったツケですひどかったよな。すごかったな。すごかったですね。相当お待たせしたんだと思うので。いや、本当に、ね。申し訳ない。すいません。ついてきてください。ありがとうございました。ありがとうございました。僕たちも出席確認で写真上げて以降なかったですから。なかったですね。だから、あの、